ポツダム勅令ポツダム勅令は、1685年10月29日に、ブランデンブルク選帝公、フリードリヒ・ヴィルヘルムが発した勅令。フランスで、フォンテーヌブローの勅令が発されたことを受けて、ブランデンブルクへのプロテスタント移民を促進させることを意図したものである。フランスでは、ナントの勅令によって、新教徒の信仰が認められていた。しかし、フランス王ルイ14世は1681年以降の竜騎兵の迫害政策で、ユグノーに改宗化、国外退去を迫り、1685年10月22日には、フォンテーヌブローの勅令によって、ナントの勅令を廃止し、ユグノーの教会や学校を閉鎖するなどの弾圧を行った。その結果、21万から90万と言われる大勢のユグノーが国外へ亡命した。一方、ライン川の対岸の神聖ローマ帝国は、17世紀前半の30年戦争における虐殺、飢餓、疫病により人口が著しく減少していた。ブランデンブルク・プロイセンの西方の領土も大きな被害を被った地域であり、17世紀後半になっても労働力不足に苦しんでいた。1685年10月29日、ブランデンブルク選帝公、フリードリヒ・ヴィルヘルムは、フランス出身の政治家、ジャック・アバディラの運動を受けて、ポツダム勅令を発布した。選帝公、フリードリヒ・ヴィルヘルムの行動は素早かった。勅令発布の11日後の1685年11月9日には、この勅令はフランス語、オランダ語にも翻訳され、印刷、頒布された。そして、フランスのプロテスタントの多い地域に、運び屋や地元のプロテスタントのネットワークを介して、迅速に広められたのである。ネーデルラントのカトザントなどの港に多くの宗教難民が海路で亡命してきた。アムステルダムに駐在していたブランデンブルクの外交官たちは、この難民をさらにハンブルクまで送り、そこからエルベ川を遡って、ブランデンブルクプロイセンの中心地まで至れるよう手配した。また東、南フランスのプロテスタントは、スダン経由で、ブランデンブルク支配下のクレーフェに流れ込んだ。フリードリヒ・ヴィルヘルムは彼らがその地に定着したり、ライン川を通してさらに東へ向かったりできるよう取り計らった。勅令の第3章では移民たちは自らの職業や貿易の利便を考えて好きな土地に住み着くことを認めている。また勅令では移民の対動物に一切の関税などの税をかけないことが明記されていた。移民たちは元の持ち主に放棄されていたり荒れていたりする土地を与えられたが、それは無理やり耕作地の拡大に刺激されたり、不要な土地に押し込められたりというような不当な扱いを意図したものではなかった。フランス人の信仰的同士である移民は、農地や耕作に必要な資材、家畜、建材などを一切の代償や、貸借なしに支給された上でこれを永久に保有することを認められ、6年間の免税特権も付与された。また、国内の地方政府には、都市にある住居を買い取り、移民とその家族に融通することを認めた。これに応じて入居した移民は、農地を整備する時間として4年間の免税を受けた。ただし、この寛容な規定は、直ちに生産が期待できる農場に限定して、適用された。勅令では、フランスのプロテスタント移民の家族が都市や村に入居した際には、彼らは直ちに法的、社会的に以前からの住民と同等の権利を享受できると謳っている。特に彼らを他国民に対する別称で呼ばないよう要求しているのも興味深い点である。移民はフランス語で教会の儀式に参加することが許され、彼ら自身の学校を設立することも認められた。フランス語礼拝等のユグノーの伝統を今も守る、ベルリンフランス大聖堂ベルリン北東部のユグノー入植地にある、フランツェーズ・イシュブーフホルツ、福音主義教会ポツダム勅令の効果により、2万人のユグノーがブランデンブルク・プロイセンに移住したと推計されている。プロイセンが示した宗教的寛容は、フランスで、フォンテーヌブローの勅令を出したルイ14世の執念深いユグノー迫害政策と明らかにコントラストをなしている。一後進国に過ぎなかったプロイセンに、フランスのみならずロシア、ネーデルラント、ボヘミアから宗教的マイノリティが流入したことで、ブランデンブルク宣帝公国の経済は急速な発展を見せ、17世紀の破壊的な戦災から立ち直った。ポツダム勅令は、宣帝公の多愛主義や名望から生まれたものではなかった。移住してきたコミュニティと宗教的な結びつきを得て、プロイセン福音主義教会の支持をも得た。宣帝公の地位は飛躍的に向上した。資源に乏しい北ドイツの諸侯にとって、30年戦争で破壊された産業の復興育成は切実な課題だった。この頃にフランスを逃れ、プロイセンに移ったユグノーであるジャン・ハーランという人物について詳細な記録が残っている。カレーの農民だったハーランが20歳頃だった1685年にフォンテーヌブローの勅令が発された。ハーランは仲間と共に船に乗ってイギリス海峡に漕ぎ出し、ゼーラントのカトザントに逃れることに成功した。ここで難民の中継工作をしていたプロイセンの役人から資金と証拠書類を提供された後、オーデル川を通ってウッカーマルクに向かった。ここで1689年にハーランはマリール・ジェンヌという女性と結婚した。彼女も3人の子を連れてフランスを脱出してきたユグノー難民だった。この家族はウッカーマルクで空いていた農場、建材、首都をもろこし、2頭の馬、牛、50ターラーの資金を与えられた。このように、ウッカーマルクは主要なユグノーを受け入れ先の一つだった。この地域には同様の入植可能地が2900カ所あり、そうした農場と2頭の馬と牛と50ターレルというのは典型的なセットであったと考えられている。ジャン・ハーランはここでの農業とポツダム勅令による免税特権により成功し、後にタバコ業界にも進出した。彼の息子、ヤコブ・ハーランも商業グループを立ち上げて成功した。ありがとうございます。